ごめん、めっちゃ息上がってんねんけど。落ち着いてからでいいですよ。え？本当にぴったり。うん、ナイス。本当宣言通りぴったり打ちました。岡田選手です。すごい ね、ナイスです。ありがとうございます。江口選手、岡田選手、普段から仲良し。じゃあもうお互いにプレースタイルか。でもあんまりゴルフ普段あんましたことないんで。ん、はい、常に一緒にはいるけど、組違うので。ああ、なるほど。久しぶりですね、うん、一緒に回るのが。一ホール目がボギー。ボギーでした。どんな感じでした？私がセカンドちょっとミスしちゃって、右行ってしまって、木が邪魔になって、もうごめん。ごめんね。なすだけしました。なるほど。こんななんかこう、ペアでやる感じは初めて。初めてですね。まあね、ティーショットはお互いに打てるけど、セカンドから順番に打たなきゃいけないから、その分、いつもよりプレッシャーとかって。そうですね。感じてます？ありますね。ね、でもこれから助け合える部分もあると思うので、はい、そうですね。ちょっと今日は楽しみながら予選から見てください。はい、ちなみにパターはどうですか？パターの自信。私パターの方が得意です。お、じゃあなんかちょっといい。でも体がすごい冷えてきます。どん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 。全然ショットしてないから。ああ、なるほど。そっか、はい。普段のプレーとはちょっとやっぱ違うから冷えちゃうんだ。うん、はい、ね、そういった中でも戦わなきゃいけないので、ね、楽しみでもあり難しさもありますね。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。なあ、ナイスパー。ナイスパー。ナイスパット。まあね、入れたかったと思うんですけど、でもね、ナイスパットでしたね。仲良しってことなんですけど、いつもはご飯食べたりしてるんですか？一緒に。してますね。はい。何してるんですか？ゴルフ。ご飯食べて一緒に話す。話す。いや、なんかしょうもない話を多分一緒してると思う。一緒。LINE もしてますもん。え？ほとんどなんかしょうもないないことの、よう好きになってぐらい。え、ちょっと例えばどんな感じ？何？今日高校だったんやとか。今日これ買ったんよとか。ああ、お互いで美容院行ったらお互いの写真を送り合ってるようにしてます。仲良し。付き合ってるよね。付き合ってるね、これね。本当に楽しそうね。じゃあラウンドの結果とかも報告する感じ？あ、それはあ、それはあまりない、うん、あ、ゴルフの話はあまりせんかも。しないな。そうなんだ、意外。なんか面白い写真とかめっちゃ送ってきました。自撮りのちょっと、これはいい反応があるんじゃないかなみたいな。仲良しですね。仲良しですね。そんなプレースタイル見たいと思います。しいティーショットです。岡田選手はドライバーが得意ということで、
好きなボールを選択。好きな距離、そういうわけじゃなくて好きじゃない。全然次よく打つわ。セカンドどっちのボール選択しますか。私の、あ、多分ピンの位置によっても、うん、ね、木が140か135なんで、そんなに難しさは変わらないと思うので、景色のいい方を選択したと思います。129です、ね、129ヤード。でも上げとる風、岡田選手でもそんなにじゃない。なんか手前からの方がいいらしいよ。ボールがないの、仲いいかな、これがね、スムーズ。バーショットが見れそうです。ナイス。スーがセカンドってことよかったかも。でもね、うん、ちょっと練習してコース見てもらいたい。江口選手、バンカーはどうですか。バンカー最近ちょっと苦手ですね、うん、あらなんか噂によると、グランフィールズさんのバンカーの砂を最近変えたらしいので、はい、あ、本当ですか。ちょっと後でどんなバンカーだったか伺ってみたいと思います、はい、わかりました。練習してきます。でもやっぱり練習ラウンドとかでこうね、あ、砂質ですか。あの、あるかもしれない、はい、ないから練習するのは結構、はい、そうですね。でも相手がどこにミスするかは読めないじゃないですか、ね、だから難しい。確かに。ごめん。全然。バギーがまた来てしまいました。はい、ダーレルのグリーンどうですか。めっちゃ難しいと思うよ。やっぱり。ないし、お客さんに聞いたら目もあるって言ってたから。やっぱり。ね、ちょっと次の方からバーディーね。はい、頑張ります。今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。番組では公式インスタグラムもやってます。皆さんぜひぜひフォローしてください。こちらスキャンしてください。それではまた明日もお会いしましょう。バイバーイ。